こんばんは、あまねこです。今日なんですけど、また語りたいことがあるんで、お風呂にいるんですよね。というか、もうすでに酔っ払いです。いや、さっきまで外で飲んでたんだけど、お家帰ってきてからもうまたね、開けちゃってます。レモンド定番レモン味です。いや、なんかね、外で飲んでたんだけど、2杯ぐらいしか飲めてなかったから、ちょっと物足りないなと思って、また家でも飲み直してたら、ちょっと語りたくなっちゃって。いや、なんかね、一人で黙って飲むのなんか寂しいじゃん。さっきまでね、音楽をガンガンかけながら歌ってたんだけど、なんかふと語りたくなったから、またカメラ回しちゃった。いや、今日話したいことなんだけど、なんかちょっと前にツイッターを見てて、なんか友達とお出かけとかだったり、あとは車でドライブデートとかするときって、まあ友達がいっぱいいたとして、そのグループの中の一人が自分の車を出してみんなで一緒に運転していくみたいなのがあったりとかあると思うんですよ。で、そういう時の誰かが車を出した時のガソリン代や高速道路代って誰が負担するのっていう話題がツイッターで流れてきたんですよ。あ、なんか結構これもなんか車界隈だといろいろ賛否両論あるみたいで、まあ、そういうね、人を乗せるにあたりちょっといろんなトラブルじゃないけど思うところが私もあるなと思ったんで、今回ちょっと話していきたいなと思います。で、まず実際にツイッターで流れてきた、まあ人をね、自分の車に乗せた時のガソリン代の支払いってどうなるのっていうところなんですけど、まあ、今回話題になってたツイートの内容としては、なんか自分が車を出していて、周りの友達とかが、同乗者ということで一緒の車に乗ってお出かけをしていたようなんですけど、その周りの人たちがガソリン代を払ってくれないというか、なんかガソリン代はこっちで持つよっていうことではなくって、全部割り勘でよくねみたいな、運転手のお前も払えよみたいな感じだったのが気に食わなかったみたいで、自分が車を出して自分が運転してってしてるのに周りは何もしてくれないんだって、むしろこっちにガソリン代を負担させようとしてくるんだ、ショックみたいな内容だったんで、まあなんか確かに言いたいことはわかるよなと。まあだって同乗者の人とかはただ座って、まあ寝てるのか喋ってるのか知らないけど、まあ座ってるだけじゃないですか座ってるだけじゃないですか、まあちょっと違うか、まあどんな感じかわかんないよ。実際ね、運転手にすごく気を使いながら、なんかジュース買ってこようかとか、運転疲れるよね、ごめんねみたいな感じだったらまた違ったと思うんですけど、まあ多分ね、そういう感じじゃないんでしょうね。まあ、そうじゃなくって、普通にワイワイして、運転してって、帰ってきたら、ガソリン代を、払ってくれないって言ったら、みんながあまり、ちょっと出ししぶってる感じを出されたのが多分ショックだったと思うんですよ。まあなんかそういうのってあるあるだよなと思って。まあでも私自身としては友達とかを乗せた時は結構友達とかからガソリン代払うよみたいに言ってくれたりとか、まあ現地のご飯代は全然こっちが出すかなみたいに言ってくれる人が多かったので、私は結構周りに恵まれてるのかなと思ったりもしました。まあ逆にね、これでガソリン代を払ってくれないとか、現地のご飯代も完全に割り勘とかだったとしても、私は別にそこまで何も思わないというか、まあ割り勘が当たり前というか、まあガソリンは別にどっちでもいいかなっていう気持ちだったんで、そこまで考えないんですけど、まあ言われてみれば、確かに人を自分の車に乗せると、ちょっと自分の運転大丈夫かなとかもそうだし、まあ人のね、命を扱ってる側になるので、結構神経使うというか、より安全運転で頑張らなきゃっていう気持ちにもなるんで、運転してる気遣いというか、そういうのはあると思うから、まあちょっとそこをね、もう運転させちゃってごめんねとか、そういう言葉があったらすごく嬉しいなと思うんだけど、まあだからといってお金は出してくれないから、何この人みたいなことは全然思わないけど、まあそういうので友達との絆みたいなのが壊れちゃうのは嫌だなと思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。
まあなんかね、今回はそういうツイートがあってちょっとその話をしてみたんだけど、まあ、私としてはそういうお金問題的な話で言ったらあんまり個人的なトラブルって一切なくって、まあ、なんかちょっと身近な話ではないかなと思ったんだけど、でも確かにそういうのって起こりうる話だよなとは思ったんだよね。でもね、そんなツイートを見てたら私もちょっと思ったことがあって、ここ数年の話じゃなくて、私が軽自動車乗ってたタイミングとかだったんだけど、ちょっと人を乗せて嫌だなって思ったことがあって、まあ、さっきお話ししたようなお金的な話じゃなくて、当時は大学生とか、まあ、社会人なりたてぐらいだったかな。で、それぐらいのタイミングだったんだけど、まあ、友達のグループ何人かと一緒に私の車でお出かけするっていうタイミングがあったんですよ。そのタイミングで車にゴミを置いていかれたことがあって、いや、そのゴミっていうのも、なんかジュースを飲んでて、その飲みかけを忘れて、車に忘れて置いてきちゃったとかならまだわかるんですよ。それはまあしょうがない、忘れちゃったならしょうがないよねっていう感じで全然気にしないんですけど、そうじゃなくって、お菓子のゴミとかなんかそういう食べかけのものをあえてもういいやって言うんで、車にポンって袋ごと置いていかれたことがあって、ちょっとそれはないだろうと思って、なんか置いてくなら置いてくれ、せめてごめんゴミ置いてってもいいみたいな一言があってもいいわけじゃないですか。で、それが何も言わずに置いてかれちゃって、と思って、そんなことあるって、ちょっとさすがにそれはやめてよって思ったんだけど、いや、だってそれも私がすぐに気づいたからゴミは回収できたからいいんだけど、気づかずずっとゴミを置きっぱなしにしてたら、もうそこから虫が湧いてくる可能性だってあるわけじゃないですか。2、3ヶ月ぐらい経った後に虫がすごい湧いてて、なんだこれはと思ったら、食べかけのお菓子に群がってるとかだったらもう泣いちゃう。お前、想像しただけで涙出てきた。悲しい。想像で泣いてる。頭おかしいんじゃねえってコメント欄で書かれちゃう。いや、でも本当にそんなことがあって、ちょっとさすがにそれはやめてくれと思ったかな。全然ガソリン代とかも払わなくていいから、せめてゴミだけは持ち帰ってくれ、っていうことがありました。いや、個人的にそれはちょっと許せなかったかな。やめてほしいよ、ゴミは。いや、全然忘れちゃったとかならいいんだけど、忘れてくにはあまりにも、だってポテトチップスのゴミとかだったんですよ、それ。ありえなくない？だって、ポテチの袋とかって、こんぐらい大きいじゃん。こんぐらいあるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。あるのに、置いていくことってある？ちょっとね、それはね、カルチャーショックを覚えたというか、ちょっとね、まだ、未だに根に持ってる。ってとこはあります。またなんか嫌なこと思い出しちゃった。ちょっとね、今思い出しちゃったんだけど、これは割と最近というか少し前、 2,3 年ぐらい前の話なんだけど、私の愛車のスバルの WRX あるじゃないですか。あの車は一応禁煙車ということで、まあ私がタバコを吸わないんでね、タバコはできるだけ吸わないでください、同乗者の方もちょっとタバコは控えてくださいっていう感じでやってるんですけど、あれに、あの車にタバコを吸われたことがあって、で、それどういうことなのって思うかと思うんですけど、私が元彼と付き合ってたタイミングに、元彼に車を貸したりとかっていうこともあったんです。まあそれもなんでかっていうと、当時は一緒に住んでたというか同棲してたんですよ、元彼と。なんで同棲してたんで、まあ自分の車だけど、まあ全然貸してもいいかなという気持ちで貸してあげるっていうのは全然あったんですよ。で、その車を貸してあげてるタイミングにタバコを吸われてて、タバコを吸われてて、ちょっともうショックすぎて2回も行っちゃったんだけど、で、それなんで気づいたかっていうと、まあ、普通に禁煙者がいきなりタバコの匂いしたら、え、なんでめっちゃ臭いんだけど、何これって思うわけよ。全然違うんですよ。
タバコを吸っている人からしたら、多分あんまり違いが分かんないかもしれないんですけど、タバコを普段全く吸わないというか、タバコを吸ったこともないような人間からすると、絶対タバコ吸ったじゃんって思うんですよ。分かる、それぐらい分かるぐらいの匂いがしてるし、でしかも決定的なのが、あのタバコの廃材入れが車に置いてあったんですよ。はぁ、と思って、いや、あの私灰皿入れなんて買った覚えないんですけど、どっから出てきたんですかねと思って、いや、やめてくれー、頼むから車で吸うのやめてくれーっていう気持ちでしたね。もうちょっとね、それは本当に許しがたい事実でした。いや、それでめっちゃ喧嘩になったんですけど、禁煙者の車で同乗者がタバコをどうしても吸いたいと、これからちょっと走ったところでタバコを吸えるようなところはなかなかないと、まあ、そしたらもうしょうがない、窓全開にして必ず外に向けて吸ってくれみたいなのはまだ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 許せるんですよ。それならまだいいんだけど、そうじゃなくって、私の預かり知らぬところで運転席に座りながらタバコをスパスパ吸ってたっていう事実が、いや、許せないと思って、まあ、あの後に何とか車内清掃というか空気清浄をさせてもらったんで、今のところ全くタバコの匂いはしないんでね、多分それも取れたんじゃないのかなということで、まあ許します。人を乗せてね、後悔したことっていうのがその2つかな。個人的にはあんまりガソリン代をどうのとか、高速代は払えとか、そういうの以前にゴミを置いていくなと、私の禁煙者の車でタバコを吸うなっていうね、この2つがすごく大事かなと思います。車好きの皆さんいかがでしょうか？そういう経験ありませんか？そういうエピソードだったらぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。あ、そうだわ、彼氏の条件あったわ。私の知らないところで私の車でタバコを吸わない人だわ。そんなん大体吸わねえよって言われるかもしんないけど、でもそういう人もいるんですよ。タバコ、お菓子のゴミ、許さん、やめろ、お前らは許さん、お前らだけは許さんっていう感じです。今回の動画はこんな感じでした。まあね、また私の愚痴大会になってしまったんですけど、ちょっとでもね、共感してくれる人がいたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。知らない愛を捨ててしまおう、君探しさまよんまいぞ、さあさあ我慢できない、僕を全部あげる。